皆さん、こんにちは。2020年に活動休止し、再始動が熱望されている大人気グループ嵐。1999年11月、アナシでの CD デビューで、2024年は記念すべき25周年イヤー。しかし、それに向けた動きは未だない状況。再始動するには芸能界を離れている大野智さんの復帰が必要不可欠ですが、大野さんはスタートエンターテイメントとの契約に難色を示しているとのこと。嵐の危機的状況を救うキーマンは二宮和也さんと言われており、大野さんは二宮さんの個人事務所に合流するのではないかとささやかれているようです。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。現在大野さんはリゾート開発を知人と進めていることなどが週刊誌で報じられ、アーティスト活動も続けているようですが、個展を開くわけでもなく、芸能界とは関係のない仕事をしている印象。メンバーや一部の関係者としかコンタクトを取っておらず、東京と沖縄の2拠点生活をしているようです。スタート王者とのエージェント契約に難色を示していると報じられ、エージェント契約は現スマイルアップのタレントがマネージメントを引き継ぐスタート王者と結ぶ予定のもので、今年4月から本格始動する新会社となり、多くの旧ジャニーズタレントが契約を結ぶ予定になっています。新社長の福田敦氏と大野さんは東京で何度か会合を開いていたそうで、福田氏は自身の会社スピーディでアート関連の仕事をしていることから、当初は大野さんとも気が合うのではないかと見られれていたのですが、嵐の再始動や大野の芸能活動について双方の見解に相違があったようです。大野さんは嵐の再始動については前向きに考えているものの、自身の芸能活動再開についてはあまり積極的ではないのだとか。極度のマスコミ嫌いで知られ、芸能人としてテレビの世界に戻ることは考えていないそうなのですが、嵐に関してはファンのためにも再始動したい思いがある様子。そういった部分で新会社と契約がまとまっていないようです。そんな大野さんに救いの手を差し伸べようとしているのが同じグループの二宮和也さん。二宮さんは昨年10月に事務所から独立し、現在は個人事務所を設立してフリーで活動しています。二宮さんは自身の会社に大野さんを招き入れようとしているそうで、二宮さんなら大野さんの言い分を理解できますし、気難しい性格も知っています。芸能活動をするときだけ二宮さんの会社を通じて仕事をするスタイルにするそうで、また二宮さんの事務所には表には出ていませんが、嵐の敏腕スタッフも何人か合流しているそう。大野さんが嵐の再始動に向けて動くには最高の環境なのです。実際二宮さんは独立後も嵐が活動する際には合流すると表明し、スポーツ報知のインタビューではグループの活動再開についてコメントするなど、最も積極的に動いているメンバーといえます。昨年10月6日に二宮さんは主演を務める恋愛映画アナログの初日舞台挨拶に登壇。映画の内容にちなんで縁について問われると、今日この会場に来るとき元気に歩いている大野智に会いましたと告白しており、運転していたら見たことがある背中だなと思ったら、何しに行くのって言われて、今から舞台挨拶なんだよと言ったら、へえ頑張ってって、面白いものというか縁でつながっているんだなと思いましたと語っていました。2021年6月17日に YouTube チャンネル世にのチャンネルで二宮さんの誕生日を祝う緊急生放送が行われていましたが、38歳の誕生日当日に嵐のメンバーでいち早く大野さんから早く40歳になれというメッセージが届いたと明かしていましたが、これも嵐のグループ LINE ではなく個別アカウントに来たもの。2020年のイベントソフトバンクと嵐の5ギガプロジェクトに関する発表会では、嵐の中で推しメンを一人選んでくださいという司会者の質問に、二宮さんが大野さんの
名前を挙げたこともありました。さらに二宮さんが愛用しているサンダルも大野さんからの誕生日プレゼントだそう。独立後は個人事務所で活動を続けており、姉が積極的にサポートしてくれているという二宮さん、昨年10月29日に自身の X、Twitter を更新し、てか今後仕事をするためにもホームページってどう作るんだろうと思ったら、私簡単のなら作れるけどって姉が言うんで、これから指定で作ることになりましたわらと報告。実は二宮さんは2015年に都内の実家から遠くない場所に土地をキャッシュで購入し、2017年に同地に両親や姉のために1階に店舗も入るマンションを新築しています。道路に面したビルディングは4階建てのかなり立派なもので、土地とビルで6、7億円はくだらないと言われています。母と離婚した父親とは疎遠になっているようですが、二宮さんの姉と母親はそのマンションに住みつつ、姉がテナントや部屋の賃貸などの運営の方を担っているといいます。実質的に姉が二宮さんの資産を運用しているということですよね。ただ周囲の存在が不動産で、資産運用となると大野さんと似たようなことをやっているということでもあります。大野さんはプライベートでも親しくしている映像制作会社役員の A 氏を代表取締役に立て、不動産管理や土地の売買などを行う会社を設立。他にも A 氏を代表者に立てた会社を複数設立し、5、6年ほど前から都内に土地を購入し、賃貸アパートを経営するなど不動産事業を展開。 A 氏が取締役を務める S 社は2016年10月に設立され、登記目的欄にはペンション経営、釣り船、スキューバダイビング、その他マリンスポーツの営業及び備品レンタル、不動産の所有、賃貸、売買、飲食店経営、釣り具の製造、販売、農業、農作物の販売、イベントの運営、プロデュースなどの記載があります。昨年10月24日配信の週刊女性プライムによると、 S 社は2017年10月沖縄宮古島に1400坪の土地を4000万円ほどで購入し登記したといいます。4つの建物を建設中で、2024年3月に完成する予定だそうで、4つの施設のうち2棟が宿泊用で、その宿泊費は数十万円になる予定とのことで、かなりの高級リゾートになるようです。昨年2月、同じ宮古島に俳優の中村雅也さんが店長を務めるバーがオープンしましたが、そのバーの実質的なオーナーも大野さんだといいます。芸能活動を休止している大野さんは副業に精を出しているようです。そして二宮さんも大野さん的な動きをしていると、嵐はメンバーの仲が良いことでも有名ですが、二宮さんと大野さんはその中でも特別な関係だと言われています。大野さんとリアルに連絡を取り合っているのは二宮さんぐらいだそう。プライベートでは結構生々しい話、資産運用のことを話したり、お金についての情報交換をしているのかもしれません。アニバーサリーイヤーでグループは動きを見せない中でも、大野さんと二宮さんはプライベートで資産運用のことなどを含めて良い関係を築き続けているのではないでしょうか。ファンクラブは未だ継続されていますし、さすがに25周年のアニバーサリーイヤーに何もなしということはできないでしょう。何も動きがない場合はどうしても解散がちらつきますよね。とにかく二宮さんが独立し、大野さんもおそらくこれに追随することで、その他のメンバーの動き、そしてグループの動向にも大きな影響があるのは間違いなさそうです。芸能界引退もささやかれた大野さんですが、二宮さんの独立が25周年に向けての再始動につながっているといいですね。今後の動向に要注目ですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。